チェルトコフが言った。軍服がまるで似合ってないな。監視ゴーグルを装着。ナイトビジョンを使う。シェルトコフのハッキングもここまでだ。死亡を確認、死体を調べよう。音声記録か。ボーマンに聞かせてやろう。死体だと？キリルが死んでる！ナイトビジョン装着。敵が多いよね。敵の位置を特定する。人数の差がかなりある。気をつけて。ナイトビジョンオン。
エリアをスキャン。大量の敵を検出。警戒して。気配が。データ送信の停止ができた。 SVR の暗号が見えたのだ。ボーマン、こちらノマド。チェルトコフを無力化。データはもう安全だ。どうにか情報戦争を避けられたわね。死体からボダークの司令官の音声記録を見つけた。会話を聞いてみましょう。チェルトコフ、機密データを測定してロシアの情報局に送信してほしい。世界中にその送信を確認させ、ロシアがデータを盗んだと信じ込ませ、この行動は諜報界に混乱をもたらす。 SVR の策略か、ロシアは肌から絡んでいないか、暗号化されてるからに特定は厳しいわね。この録音は役に立たなそうね。了解、アウト。